マリサ、いきなりだけど問題よ。おう、どうした霊夢、いきなりだな。どんな問題だ？この二人の少女が着ている服は何色に見える？それは問題なのか？左は青と黒の服だぜ。右は黄色と白の服なんだぜ。こんなの誰でもわかるぜ。不正解よ。どういうことだ？一体何が違うんだ？実はこの二人の少女の服の色は同じなの。いやいやいや、それはないんだぜ。明らかに違うんだぜ。誰がどう見ても違う色だぜ。私は騙されないぜ。本当にマリサは騙されやすいわね。なんかちょっと腹が立つんだぜ。でも、これ同じに見える人いるのか？まあ、一般人には違って見えるんじゃないかしら。霊夢、今日は毒がすごいな。疑い深いマリサのために、証拠を用意したわ。こちらを見てちょうだい。おーおー、動かしたら同じ色になったんだぜ。もともとこれは同じ色なのよ。合成映像とかじゃないのか？違うわよ。これは目の錯覚を利用したものなの。いくら目の錯覚を利用しても、これはさすがに違いすぎないか。綺麗な青と黒が、全く違う白と黄色になっているぜ。この切り取った部分の画像は、本当にピクセル単位で同じ色よ。人間は騙せても、コンピュータはさすがに騙せないよな。でも、これが同じとわかる人は本当にいるのか？実は、これが話題になった時、普通に同じに見える人がいたそうよ。多分遺伝子レベルで構造が私とは違うんだろうなだぜ。でも、なんでこんなことが起きるんだ？実は、脳がドレスの背景色をどう捉えたか、によって見え方が変わっているのよ。さっきの動画を少し細切れで静止画で出してみるわね。おお、この時点ではまだ青と黒に見えるぜ。そうかしら？私にはすでにちょっと黄色と白っぽい色に見えるけど。多分、私たちは遺伝子レベルで違うんだな。これが少し進んだものよ。あ、これはちょっと黄色ぽっくも見えるし、青っぽくも見えるんだぜ。黄色ぽっくって何よ？なんかちょっと可愛いわね。ただのミスだぜ。ちなみにこれは私だけかもしれないけど、左側から斜めに見ると黄色と白に見えて、右側から見ると青色と黒に見えやすいわ。確かにそうなんだぜ。ああ、これは完全に黄色と白に見えるぜ。ここまで来ると背景が右側のやつになってくるからね。これが最後よ。これはもう完全に黄色と白にしか見えないな。ということで、わかってもらえたかしら？ちょっとまだ疑っているが、合成とかじゃないことはわかったぜ。まあ仕組みとしては、さっきも言ったけど、脳が背景色によって錯覚を起こすのよ。例えば、これなんかもいい例よね。A と B、それぞれ何色に見える？A は灰色、B は白に見えるぜ。不正解よ。マリサは騙されやすいわね。そのくだりはもうやったぜ。これも実は、A と B、共に同じ色なの。いやいやいや、これは絶対に違うんだぜ。さっきのドレスよりも、ものすごくはっきり色が違うんだぜ。まあ、それはマリサが普通の人だからよ。なんかごめんなさいだぜ。あ、悪い意味じゃなくて、脳と目が正常に騙されているという意味よ。正常に騙されてるって、なんか嬉しくないぜ。じゃあ、証拠を見せるわね。実はこの絵のある部分を隠すと、ほとんどの人には同じ色に見えるわ。どこの部分だ？それはここよ。おーおー、確かに同じ色に見えるんだぜ。画像が変わったりしていないよな？全く同じ画像よ。もし疑うなら、最初の画像の真ん中の部分を指かてで隠してみて、同じように見えると思うわ。それじゃあ、白いバーがあるとき、ないとき、あるとき、ないとき。そのギャグは多分関西人にしかわからないぜ。わからない人は関西人の友人に聞いてみてね。目の錯覚って面白いんだぜ。他にはないのか？じゃあ、次はちょっと違うタイプのものよ。なんだこれは？これは紫色のサークルが点滅しているものよ。点滅の際には緑に光っているのはわかるかしら？おお、なんとなくわかるんだぜ。じゃあ、真ん中の十字のマークをじーっと見てちょうだい。じー。別に声に出さなくても大丈夫よ。ちょっと集中してもらうために、少しだけ会話を止めるわね。何か変化はあったかしら？ちょっとわからないぜ。もうちょっと集中してみて。おお、ちょっとわかったかもだぜ。何があった？なんかよく見ていると、ピンク色のサークルがなくなっていくんだぜ。その通りよ。でも、その後にさらに何か起こっていない？さらに、あ、紫のサークルが消えて、緑のサークルがちょっと左上の方にあるぜ。その通りよ。じっと見ていると、紫が消えて、緑のサークルが見えてくるの。ただ、これは多分ちょっと個人差があるから、そう見えなかった人もいるかもしれないわね。そう見えなかった人はある意味ものすごい視覚能力があるのかもしれないんだぜ。これはトロスクラー効果といって、視点を一部分に固定することで、そこ以外の像が徐々に崩壊し、一様な視野になる現象のことよ。要は集中すると、他のものが見えなくなる、ということね。よくそういう比喩を使うが、本当に見えなくなるんだな。ちなみにこの現象は、1804年にスイスの医師であるイグナ・パウル・ヴィタル・トロクスラーによって発見されているわ。
そんな昔にすでに発見されているんだな。でもそれよりも、この人の名前の読み方の方が気になるぜ。あんまり自信はないわ。トロクスラー効果に少し似ているけど有名なものとしては、こんなものもあるわね。おお、なんか見にくいんだぜ。この画像の中に黒いドットがあるんだけど、何個あるかわかる？黒い点は見えるんだが、あるものを見ていると他のものが消えてしまうんだぜ。だから、ものすごく数えにくいんだぜ。その通りよ。多分普通の人にはどんなに頑張っても一度に見える点の数は4、5個くらいじゃない？ちなみに点は12個あるわ。12個同時には絶対に見えないぜ。こうやって見るとどうかしら？おお、これだと、全部は見えないが、見える点の数は増えるんだぜ。不思議だな。ちなみにこれはハーマングリッド現象の派生形よ。フランス人学者のジャック・ニニオ教授が論文で発表したものよ。ハーマングリッド現象ってなんだ？ハーマングリッド現象は、この図のような格子状の模様のことで、白の交差点の部分が灰色あるいは、やや影になったように見えるものよ。おお、確かに白い部分に若干黒い影というか、色が混ざった感じに見えるな。これは1870年にルディマー・ハーマンによって発見されたんだけど、実は未だに完全な生態メカニズムは解明されていないの。そんなに昔なのにか？目の網膜細胞の認識において隣接する2色が強調される場合があるの。白い交差点の中心は白い道の部分に比べて黒との境界までの距離が遠くなって、対比あるいは受容野の影響で交差点の中心が黒く見える。というのが原因とされているわ。何言ってるか全然わからないぜ。要は、交差点部分と白い道の部分では、黒までの距離が若干違うから、ってことよ。実際、交差点の部分を見つめると、その部分に黒い影とか点は見えないはずよ。確かにその通りなんだぜ。ただ、この格子を波状に歪ませると錯視は消失するから、ちょっとこの説明では不十分なの。人間の体もまだ謎だらけなんだぜ。ということで本日は以上よ。今日は仕組みは深くはわからなかったけど、面白かったぜ。目の仕組みに関しては、まだ不明なことが多いのよ。また、他の錯視も今後紹介していくわね。学校や職場で見せると面白いと思うんだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。